どうも、終わりです、今回はですね、関東のとあるドブ沼池に来てます。今日またね、ここでアメリカナマズっていうね、外来のナマズを狙ってるんですけども、まあ、今まで結構ね、散々釣ってきた。だからもう、これはね、釣れる戦いなんですよ。なんでもう、今まで通り普通に釣ってもつまんないんで、今回はちょっと変わった餌を使って釣ろうかと思いまして、用意したのがこちら。唐揚げです。唐揚げでもね、結構釣れるらしいんですよ。正直ね、動物性タンパク質だったら何でも釣れるんじゃないかなっていう勢いなんで、これを使って、今回アメリカナマズが釣れるのか、やってみたいと思います。ちょっと一歩丸々じゃ大きいかな。ちょっと半分にします。今日はウータム先生と一緒に来てますんで、ウータムがなんか針から取れづらい付け方を難しくて、まず一回こう通してから一回針を抜いて腕のところにもう一回かける。そんなやり方が。引っ張って針まっすぐとこっちに行くんだ。行くよ。これで待ちます。それで竿の先端にこの鈴をつけて待つと。でこの竿を揺れて鈴が鳴ったらかかってるよということですね。お、餌取れてる。餌取られてる。唐揚げなくなってます。唐揚げ食べたんかな。じゃあ食べるには食べるんですね。じゃあね、ちょっとさっきの場に釣れなかったので移動しまして、とりあえずアメ玉がいるかどうか確認するために、唐揚げじゃなくて普通にまずサバでちょっとやりたいと思います。ウータムがかかったそうです。かかった？場所をね、変えて今3カ所目です。全然今日は渋いっすね、いつもより。あ、抜けてる。あらー、いるにはいるってことだよね、ここにね。来ましたね。よし、こっからだ。今来ましたね。おですね、今入れたばっかです。おしっかり。その場所がいいのか、もう来てんのか、ここにね。あ、いる。お、ミミズか。水だって、唐揚げとか言ってる場合じゃねえよ。水だわ。舐めすぎた。おお、この竿のしなりとかだ。そうだね。アメ玉。お、来たー。アメ玉。サイズは。はい、まだクルクルしちゃって入った。今回ちょっと釣り用の玉編み忘れちゃったからね、この普通の玉編みでやってますけども。おい、でも大きいね、普通にでっかいね。いいね。まあアベレージぐらい。うん、そのことがあんま少なかった。サイズがあ、50、このヒレの先っちょまで含めたら52、3ぐらいかな。うん、はい、こちらが特定外来生物チャネルキャットフィッシュアメリカナマズでございます。釣れましたね。釣れましたね。よかった。はい、じゃあこちらのアメリカナマズね、このマツタのバッテリー式のマイナス18度まで下がるクーラーボックスを持ってきてますんで、こちらに入れます。よいしょ。結構アメナマね、低水温にも強いんですけど、さすがにマイナス18度になったらすぐ死ぬと思うんで、これでしっかりと締めて持ち帰ります。特定外来生物はね、生きたままの移動や飼育が禁じられている生き物なんでね、しっかり現地で締めて持ち帰らないとなりません。お、2匹目。お、かかった。大きい。まあ、雨が降り始めてそろそろ引き上げようかと言っていた矢先。おー、抵抗してるね。おー、
頑張れ頑張れ。柔らかい通りが結構楽しいですね。ちっちゃいね。はい、入ったはい。おそう、40センチくらいかな。うん、というわけで、一日この大きな湖でアメリカナマズを釣ろうと頑張りましたけども、結局唐揚げでは釣れず、サバでも釣れず、ミミズで2匹釣れたという形で今日は終わりです。今日はちょっとね、渋かったですね。魚の食いつきがあんまり良くなかったね。うん、そして雨が降ってきたので帰ります。唐揚げはダメだ、やっぱミミズだ、という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。